ーストジャム。エゴイズム大島のこと清水大地です。結成1年を迎えました。安全のブームをお迎えしました。お久しぶりです。はい、半年ぶりになりますね、ゴイストジャムでは。はい、もう早速なんですけど、結成からこの1年間振り返ってみていかがでしたか。いや早かったっすね。ねえ、早かったですね。なんかいろいろあったなって思い返せるけど、バラバラやね。やるとやりたいことを詰め込んでもバタバタで、やりたこととやれなかったことあるけど、それでもだいぶ走り去ったんじゃないですかね。いやいや、本当そうだね。なんかずっとスタジオ入ってるイメージがあるわ。曲作ってライブして、本当に。だから4枚でしょ、これで。そうですね、4枚目が今度の7月19日に出すことできましたんで。いやいや、おめでとうございます。一周年記念になればいいかななんて思いながら。そうね、だからどんどんサイクル早くなってない。あ、そうなんですかね。確かによく言われるんですよ。え、もう4枚目みたいな。結構みんなに3枚目だった時も3枚目。そうですよね。5月の末でしたから。え、それはもうなんかもう意図してやって、それはもうペース上げていこうとか、上げていこうというかもうその辺にしたいなっていうのは決めてて、この辺にこうしたいっていうのは1年のうち決めといて、それがちょっと前になったり後ろになったりでバタバタしながらやってます。はあ、あれですね、用意はあるぞって感じ。常に弾はあるぞと。別にそれが前出しになろうが、後ろになろうが、別に俺たちはもうそこに向けてやるしかない。ああ、でその中で焦ってる感じじゃないの？ありますよ。もう常に焦る。常にもう焦ってんねや。常にここで用意してるはずの弾がない。これが生きるはずの玉が、その中にはね、やりたいことがあったりもしたりして、バタバタしながらもやってますよ。それはもう一回も作って、もうスタジオで作って、でそこからもうステージでも試しての繰り返し。でもあんまりこうステージで試すみたいなことはあんまりしないですかね。ああ、そうなんや。決めちゃう、極力完成した状態で、はいはいはい、まあ実際やってみて、ここちゃうなみたいな、スートラムのフレーズであったりとか、はい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 、ああ、細かいところのアレンジは加えてっていう。ですけど、大まかなこの流れというか、そういうものは基本的にはあまり変えない。はいはいはい。完成させていきますけど、ただライブでしないとわからんこともあるじゃないですか。ああ、確かにね。そういうのはもうライブでやって、ようやく完成とか。で、そうなってくると、もう音源でもう毎回聞かせていただいてるんですけど、音源とほぼほぼ同じクオリティでステージ持ってくるじゃないですか。どうもそう。やった。だからその中で CD は CD、ライブはライブっていう別分けしてないのかなと思って。まあ、ちょっとしたこうね、盛り上がる箇所であったり、サイトを変えてるはしてるんですけど、まあ一つの作品として出したいのがあるんで、できる限りこう音源に近いように出したいですね。なるほどね。で、もうそこからもう楽曲の制作ってどんどんクオリティって上がってきてない？上がってるっすよ。思うよね。俺とあのベースは基本的に、あの完成した状態をいただくんですよ。はいはいはい、そうね。まあまあふわっとした形を、なんていうかですね、地盤をもう出来上がってる状態。はい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 。最近なんかあんまり言うことなくて、これで良くない。なんか始まる頃って結構言い合ったんですよ。そうだね、そうだね。ここはもうちょっとこうあった方がとか、ここにベーブリックかましてみたいな、そういうのとか結構いろいろしたんですけど、ここ2、3曲はもう何も言ってないね。昨日めっちゃ良くない？昨日ね。言っちゃよかった。その7月19日はやれへんけど、やれへんけど。もうない、そんなに言うことはない。いや、そんなにないっすね。もう大まかに、大まかに。いや、もう本当になんか音量で言うて、ああ、そう。まあ、あのボーカル入って変わったりとかすることもあるって言われちゃうんですけど、まあ、それってなんかめっちゃ細かい部分なんで。はい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 。ここはドラムと融通させるようなボーカルの感じでいった方がいいよねみたいな。はいはいはい。ボーカルが怖がってきて、あ、思ってたリズムじゃないみたいな。はい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 。それとかは変えるっすけど。ああ、なるほどなるほど。基本的なその作りみたいなのが、多分リンダロンの中ではもういろいろ完成してて。やっぱその辺もやっぱいろいろ意識してますか？そうですね、こうなんというか、こうふわっとした下書きの状態で現場に出すと、やっぱこう思った通りにいかんっていうのがあるんで。ああ、なるほど。下書きだけで僕は絵見えてますけど、今の前で分からんじゃないですか。じゃなくて下書き書いて、絵描いて、色も塗って分からせ状態で、俺はこういうのしたいですよって提示した方ができるの早いんで、そこまでやった上で、
あ、じゃあこの色はこれがいいっていう風にみんなで変えれたりで、まあ、ある程度完成させた方が話が早い、はいはい、あーなるほど。でそこから歌詞載せるじゃないですか。そうです、うん、メロディーとかしたら、うん、まあ、でも最近よく見えるようになってきたんですよ、うん、色がなんとなくこんな感じにしたんやろうな、うん、みたいなのを読み取って、うん、あ、こんな感じやからこういう今の流行りだったり昔っぽいのだったり混ぜてやってみようかなとか、うん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 、なんかまあいろいろ考えて色をつけてやってます。じゃあもう最近もダメ出しもなく。最近そうですね、昨日送ってきてくれたやつも、うん、昨日10にあげて、うん、渡したらおいいやんって言ってくれて、うん、だからまあ最近はいいかなとは。これと成長してるこれ。これなんやろね。ぜひ見比べてください。ぜひね、大人がダメだって言ったらダメかもしれない。その辺はちょっともう俺らのもう1年やってきたっていう安心感のことをもっと多分こう大丈夫だって思ってるけど、はいはいはい、うん、その辺はもう全然怖いところはあるんですよ。うん、おう、いやもちろん認められたいんで、世間に提示して、はい、世間のみんながこうどう思うかみたいな、反応をすべてね、うん、やってるんで、うん、割と外向きなんで、うん、あ、確かに、はい、でもやっぱ最近また見え方が変わってきてるんじゃないですか、見られ方も。どうですか、うん、見られ方は。いろんなところから聞くよ。まあ、ありがとうございます。うん、でもよく言われます。忙しいんやろって。うんうん、全然忙しくない。全然忙しくない。インディーだ。そう、忙しいやつ。多分今ここで話してないやろ。確かにそれはあるかも。全然忙しくないんですけど、うんうん、そう見られてるのはいいことなのかなと思います。いや、そうそうそう。うん、まあ、常になんか目につくというか。嬉しいです。ああ、ここで今回こうやって、うん、あ、じゃあ次こういうふうな動き方をしてっていうのが、こう常にこう動いてる感じがしてるんで。うん、まあ、でもそうやって見えますよね。やっと、うん、暇なんですけどね。ただただ暇。もうどん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 なんか成長していってる、そのスピード感っていうのがこの関西音楽シーンの中でないなと思ってて、うん、今もうだいぶ引っ張っていく存在になりつつあるのかなっていう印象が。年齢的にもね。あ、そうねそうね。バンド俺ら結構やってるわ。えらい長いことやってきたよ、この世界。ずっとインディーズで。確かに、後輩も増えたしね。いや、本当に。でもその後輩の子たちもしっかりこう、うん、もう耳にするというか、うん、俺たちの活動をしてくれてる、うん、っていうのはなかなかいいんかなと思って、うんうん、やっぱ意外とこう先輩やからって調べはしなかったりするけど、それでもなんかこうちゃんとこう俺らのこと意識してくれてんやなとは思いますけどね、後輩の子たちにも。そうですよね。だから これからはもうあれですね、上取りに行かな。そうなんですよ。まあ、そうです。あかんところですもんね。まあ、後輩といえども、うん、まあ、僕らのがね、まあ、バンド自体始まったのは後に。そういうのあかんわ。歴長いもん。歴で言うたら長いもん。いや、もう言ったら新人なんで全然。俺らいつでもこうできる。やらしいもん。やらしい。後輩でも。後輩。でも結成3年目っすよね。まだ1年。22かもしれへんけど。やらしい。まあ、そのうちでもトントントンってですね。はいはいはい、はい、ブースト力はねあるから。うん、そうだね。ほんとにもうステージングももうキレッキレやしね、もう最近は本当に、もう見てて、でどん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 こう音が広がっていってるイメージがあるんで、もっともっとこう多くの人にね届いていくんじゃないかなと思いますね。終わります。うん、
良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。また動画作成の励みになりますのでコメントもお待ちしております。そして紹介してほしいアーティストがいましたらぜひ教えてください。じゃ、またねー。